はい、皆さんこんにちは、筋肉旅です。今回は、トレーニング編、久しぶりのトレーニング編です。で、今日は、最近よく、トレーニングの相談よく受けるんで、Q&A 編になります。で、今回、皆さん、トレーニングといえば一番最初に思い浮かぶの何ですか？まあ、多分大方の人8割ぐらいは、初心者の方は多分ベンチプレスって言うと思うんですよ。で、そのベンチプレスのやり方について最近結構よくやり方を聞かれることが多くて、で、まあ、いろいろやり方あるんですけど、で、このジムの中にもすごいこと知ってる人たちいっぱいいて、いろんなやり方あるんですが、で、今回、ベーシックなやり方っていうのをちょっと皆さんにご紹介したいと思います。で、まあ、今回結構部分部分で、分けて、結構お見せできるのかなと思っています。で、まあ、まず最初に、そういうやり方を見ていただいて、で、徐々に自分でやり方を試していただいて、で、まあ、いろんな目標があると思うんですよね。で、まあ、大きな目標としては多分、100キロ上げたいっていう、多分目標の人が多分すごい多いと思うんですけど、まあ、その辺も踏まえて、まず一番最初のベーシックな、ベンチプレスのやり方っていうのを、まあ、紹介していきたいと思います。で、これを覚えていただければ、多分、大方の方は多分、大胸筋ですね、胸に、いい筋肉がつくと思います。では、それでは実際にやっていきたいと思います。はい、じゃあ、実際にベンチプレスやっていきたいと思います。で、まずちょっとシャフト見てほしいんですけど、ここセンターラインあって、でここに81のラインがあると思うんですけど、で、だいたいここ合わせる位置が、指の合わせる位置がだいたい、だいたい普通の人だったら人差し指の中指ぐらいの位置なんですけど、だいたい僕の場合だったらだいたい中指ぐらいで合わせてます。で、スタートポジションはこのシャフトが顎の位置ぐらいに持ってきます。なんでこのぐらいのポジションも多分いいと思います。じゃあ実際に下げていきます。で、これで合ってるので実際に下げていきます。まず、下げる位置は、胸骨の下端もしくは溝落ち、まあ多分胸骨下端って言っても分かりにくいんで、溝落ちぐらい、この辺ですねに落としていきます。で、落とし切った時の注意点として、ここの胸の伸びですね、わかります？胸の伸び、この伸びでストレッチをしっかり効かせてると結構気持ち入るように感じます。で、しっかりと伸びてることを意識してそのまま上に投げていきます。何回か下げます。この時に若干ちょっと胸を張るように伸ばすと結構ストレッチ効くと思います。じゃあ何回かやっていきます。で、真上真下にそのまま下げていきます。で、溝落ちの位置に下げる。で、しっかり下げている時に胸を張るようにしてしっかりと、大胸筋伸びている感覚をすくってまっすぐ上げるっていうのを繰り返していきます。という感じですね。しっかり伸ばす。で、しっかり上げる。しっかり伸ばす。で、下げるときなんですけど、下げるときに結構その、重量に沿ってグーって下げちゃう人いるんですけど、それだともったいないので、しっかり下げてるときも、胸の筋肉にしっかり乗ってるっていうのを意識することがすごい大事になってきます。もう一回やっていきます。はい、上げます。で、下げるときにドンって下げるのではなくて、しっかりと重さを感じながら下げていきます。で、胸をしっかり伸ばして大胸筋を張ってあげる。で、あともう一個注意点なんですけど、ここの下げ切った時にこの肘をちょっと見てほしいんですけど、この肘をグッと上げてしまうと肩痛めます。なので脇を締めるイメージで肩を上げないようにして締めてそのまま上げていきます。じゃあ何回か押します。はい、こういう感じですね。はい、じゃあ戻します。はい、はい、こんな感じです。はい、で、下げ切った時のポイントなんですけど、ここを部分的にちょっと、シャフトなしでまず見せます。で、大事なのはさっきストレッチって言ったんですけど、多くの人は結構よくやりがちなのが、ただ単に下げるだけなんですよね。で、何のために下げるかっていうと、ここの大胸筋のこう、はい、箱を走ってるんですけど、この下げ切った時にしっかり伸ばすっていうのが大事です。いいですか？で、これ今、
あれですね、収縮してますね。でこういう感じで降りていけば降りていくほどどんどん伸びてきます。ちょっと何回か繰り返しますよ。はい、これ縮んでます。でこれ、はい、伸びてきます。ぐーっとで限界まで下げてしっかり伸ばします。で肩の関節の可動域あるんで、ある程度下げても限界くるので、しっかり胸を突き出すようにして頑張って伸ばします。ぐーっとぐーっと伸ばします。これ今多分伸びてるの分かりますよね。今これ伸びきった状態です。でここからぐーっと上げて収縮かけていくっていう形です。はい、壁の裏から登場しました。はい、冗談ここまで置いといて、今日はですね、実際に、ベンチプレスの基本的なやり方について説明してみました。で、大胸筋のメニューなんですけど、他にもたくさんあります。で、まあ、これからですね、別動画で大胸筋ですね、大胸筋のトレーニング方法、他にもありますので、そういったものも紹介していければいいのかなって思っています。はい、今回の動画、参考になった、そして面白かったと思う方はチャンネル登録、そして、いいねボタンを押していただければ、これからの動画作成意欲が湧きますんで、よろしくお願いします。では、終わります。ありがとうございました。Hellcat.